あの歌い手 YouTuber さんって人の歌を我が物顔で歌っては再生数伸ばしてるじゃないですか。いやすごいなって思ってます。いつもありがとうございます。おそぼんば徳島のパンプキンです。本日も頑張ってるやっていくんですけども、いや歌うまい人ってね得よね。やっぱそのいろんなアーティストさんが、歌出しました。でその歌がバズりました。でその歌い手 YouTuber さんはそれを、ま、カバーして、ま、再生数を稼ぐと。これねあのマジで羨ましいんですよね。なので俺もねそうだな、歌い手 YouTuber なのかな。徳島の歌い手チャンネル、これどうすか。ちょっと歌ってみるわ。いつからかやめとくわで今回歌下手だなおいで今回の動画なんですけども、このフェスゲンビーデルが、まあ、曲演制と覚醒します。で、前回の動画曲演制の先行公開並びに、曲演制と覚醒後の最強の使い方っていうテーマで投稿してますんでね、まだ見てない方そちらをぜひチェックしてみてください。で、今回この動画のテーマなんですけども、このフェスゲンビーデル、交換するべきかどうかを皆さんにお届けしようかなと思います。ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。というところでいきましょうか。結論言います。まず結論言います。交換は、しなくていいです。しなくていいです。フェスコイン400枚、貴重ですよ。で、忘れてはならない。今月末、8月末に、皆さんが待ちに待った世界同時キャンペーンが、まあ、9.5 周年が、始まるということで、フェスコインは、とりあえず今は温存で、交換、このフェスゲンビーデル交換した方がいいのかって言われますと、交換しない方がいいですね。で、その、8月末に開催されますダブルドッカーフェスにておそらく再録来るであろうというキャラに今ちょっと相当してるんですけども、こちらですね、まあ、この他にもいろんなキャラがまあピックアップされるんですが、なんだろう、2体ほど足らないです、私。そう、持ってないんですよね。まず1体目、まあそうだな、復刻来るかどうか。ごめんね、これ再録来なかったらごめんね。ごめんね。再録来るかと思うんだけどもね。あの、スーパーサイヤ人ごとに SSベジータンとスーパーサイヤ人トランクス未来。これがもう親子ギャリック。まあ、実装、初実装同時ね。もうそれはもう皆さんのどっかの手が出るほど欲しかったキャラかと思います。これが2年前の七夕だったっけ、3年前だったっけね、忘れましたけども、とにかくガードしてくれて、もうすごい鉄壁キャラでございました、当時は。今現環境で使えるかやったらちょっともうしんどくなってきたな、そろそろ。親ギャリな。これ自発実装上めちゃめちゃお世話になった。ああ。まあおそらく世界同時キャンペーンで初再録される。初再録じゃない。再録されるでしょう。で、続きまして、この合体ザマスですね。9周年にね、再録されておりました。ね。私、無凸から2時になりました。その9周年で。はい。で、合体ザマスと、まあその相方といっても過言ではない、このゴッドコンビね。ああ。で、この、で、続きまして、私持ってないんだけど、初再録されます。これって再録されんの？これ持ってないんだけど。これ持ってないんだけど、まあ、これもちょっと置いときましょうか。ちょっと頭の片隅に置いときましょうか。これですね。はい。魔人ブーゼン、フェスゲン魔人ブーゼンとスーパーサイジ3、孫悟空天使。この2キャラが、世界同時キャンペーンにて初再録、されます。で、まあ、どのキャラも強いんですけども、強いて言うならどのキャラ交換した方がいいかって、言うよりも、ランキング付けしていこうかな。コイン交換おすすめランキングでございます。はい。まず、そうだな。最下位行きましょうか。どれもこれも強いんだけど、最下位ね。これですかね。これね、難しいんだわ。ほら、初実装の時、ほら、めちゃめちゃかっこいいなんて、やっとこのポタラのベジットがクルクと、ね、未来編のゴッド SS ベジットが初実装した時にめっちゃかっこいいやんと、ね。ちょっと私興奮しすぎて、リーク流してもうて、とある YouTuber さんにベラボーに怒られたんだけど、去年の夏ね。そうそうそう。まあ、無凸でございます。で、今めっちゃ使ってるか使ってないんです。ちょっと難しいんですよね。
未来編カテゴリーのいるとき4ターンの間ガード、未来編で固めなきゃいけない。で、神次元のカテゴリーでなければならない。で、2番目か3番目、にしときゃいけない。しておかなきゃいけないっていうわけではないんですけどもっていう感じなんですけども、で合体条件が登場から5ターン目以降、70% 以下で発動可能ですね。で、登場から7ターン目以降、敵自身が除く攻撃下げ状況、味方、未来編が難しいんですよね。これ、ベジットになるのが非常に難しい。ただ、めちゃくちゃ強い。むちゃくちゃ強い。で、回避なんですが、今も回避向こうのとこもありますから、ちょっと私の中では、このゴッド SS ベジット、まあブルーコンビ、はちょっと交換おすすめしないかなということで再開とさせていただきました。はい。で、続きましてこちら、親ギャリもね、下から2番目というか、まあ、これ何体紹介するんだ ?1、2、3、4、5位から、第5位、第5位な。で、第4位がこれかな。まあ、先ほど言うたら、ちょっともう現環境には取り残されてる感はあります。ただ、極限クローンかって言ったら、まだ早いですね、極限クローンに当たってはね。うん、ごめんなさい、ちょっとノート詰まっちゃったけども。うん、まあ、ただね、一番目にずっと置いとったらね、ずっとガードはしてくれるんで、で、ディフェンス無限上昇もついてますからね。うん、ごめん、嘘言うたな。あ、これ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 か。チョイスでアタック、ディフェンス無限上昇ついてるんで、まあ、そうだな。長期戦向きっちゃ長期戦向きなんだけど、ほら、最近威圧とかかけてくるじゃん。ね。動かせないようにするやつ、言い方はわかんないんだけど、そう、威圧をかけてくるから、まあ、5ターン目以降の1枠目以外だともうペラ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 なんで、今ちょっともう限界でも厳しいかなということで、コイン交換おすすめ度は第4位とさせていただきました。で、続きまして第3位なんですけども、第3位はね、強いよ。強いんだけどね、これかな、俺これはっきり覚えてないんだけど、まあ、魔人ブー編、戦士高速戦闘、カメハメハ時間制限。リーダースキルもごめんなさい、ちょっと、って感じでございます。パッシブ長い。パッシブ長いんは強いんだけどね。自身の登場、チームの自身の他に魔人ブー編カテゴリーの味方がいるとき、一度だけ登場演出が発動で、ダメージ軽減 90%。これめちゃめちゃ、鉄壁なんですね。ただ、ターン追加ごとにダメージ軽減減っていきます。最大 90% ですね。で、5ターンの間、開始の発動確率。まあ、母体でも、母体でも非常に使えます。で、一番、自身の他にこういう作業の魔人ブー編のカテゴリーがいるとき、一番目にすると、これも、まあ、鉄壁ですね。ガードします。で、2枠目か3枠目にすると、アタックが伸びて、必ず必殺発動。で、自身への、気弾系必殺、を高確率、無効化で超絶威力で反撃。だから敵をとどめさせたいなってことは2枠目3枠に置いたり、ちょっと守りたいなってことは敵の先制攻撃あるところを1枠目、に置いていくっていう、まあ、使い方っちゃ使い方なんですけど、もうちょっと私は第3位かな第3位かな、だからもう持ってないんで欲しいは欲しいですね。でフルパワーカメハメハ、バトル開始か4ターン目以降、自身の他にこういう作業の魔人ブー変化でも味方いるとき発動可能、一時的にアタック超幅上昇の相手に究極のダメージ値、発動したターン中必ず回心が発動。まあとにかく魔人ブー変で固めて使ってくださいっていうキャラでございますね。まあ非常に強いです。ただ私のコイン交換おすすめは第3位と、させていただきました。はい。で、続きまして第2位でございますが、第2位は、こちらかな。うん。合体ザマス。いやーもうこれも強いけどねー。強いぜ強いぜ、まあ、だから、スーパーボスの悪魔ブロリー、9周年ブロリーと一緒に使ってほしいですわ。で、神次元の過程、まあ、とにかく強いんですよ。で、ダメージ軽減するし、で、ダメージ食らえば食らうほど、アタックも伸びていきます。もう、そのスーパーボスで固めたら、2000万ぐらいのアタック値、出ますんで、持ってない方、ぜひね、交換おすすめします。このアクティブの宇宙化もいいですからね。無限ザマスになるわけですよ。ね。で、極限の味方全員の記録プラスで自身の宇宙化するということで。ただね、スーパーブロリーで、ごめんなさい。9周年ブロリーがフィールド発動しちゃうと、このフィールド、この無限ザマスは使えないっちゃ使えないんだけどね。使えないっちゃ使えない。うん。この宇宙化いいけどね。ただ、フィールド同士、そのターンにフィールドとかさ、そのザマスのフィールド、で、次のターン、ブロリーのフィールドが使えるようになったらええけどね、今後ね。
あ、まあ、それフィールドネームやるのかどうかいないやでございますが、はい、で続きましてもうね、続きましてというかもう栄えある第1位が、あ、私はあの魔人ブーかな。魔人ブーでこれもね強いし強いディエンス無限上昇ですね。で魔人ブーへまた永遠の宿敵語り継がれし者の170の世界の混乱復活戦士30で 200% でございます。俺これねちょっと欲しいな。うん、フェスコインないけど、俺フェスコインなんかあったっけね、後で見てみよう。パッシブ長いわこっち。自身の登場時、チームに自身の他に魔人ブー編カテゴリーの味方がいるとき一度だけ登場エースが発動でバトル中、自身の攻撃参加ターン開始 HP10% 回復で5ターンの間さらに HP10% 回復、自身の記録プラスにアタックディフェンス150、必殺技発動時さらにアタックディフェンス150、必ず追加攻撃超高火力で必殺発動、ターン開始で HP50% 以上の場合すべての攻撃ガード、ターン終了時 HP10% 回復、 HP30%、 まあとにかく KO ダメージ、もう鉄壁ですわ、鉄壁ですわ。だから KO されに一度だけ HP 全回復 でそのターン以降すべての攻撃がもう鉄壁ですね。もうこれ欲しいな、出んかったけどね。いやそんなに俺引いてなかったような気がする、なんか、うん、まあ、とにかく強いっす、強いし鉄壁やすしみたいな。そうで、お菓子光線一撃アタック大幅上昇の相手に究極ダメージでターゲットした敵の1ターンを攻撃1ターンで全ての木玉をクッキーに変化させ1ターン自身の気力プラス12ということで、あ、まあ、クッキーいっぱい食べて回復してくださいよってやつですわ、お菓子で回復、うん、まあ、だからドラゴンクエストでいうところの賢者兼武道家みたいな、そんな感じ。そう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 最強や、賢者やし武道家やしってね。えごめんなさいね、例えがいまいちでしたね。これロゼは食うのかな、フェスゲンロゼ。これ持ってないからね。これも欲しいっちゃ欲しいけどね。これも強いんだよ。強いんだよね。まあ、スーパーボスの補正もついてるしね。うん。で、スーパーボスで固めたらダメージ軽減もしてくれるし、当初から行ったらガードしてくれるし、ということで。これが、これもフィールドか。まあ、ちょっとまあ、ブロリーのフィールドと、無限ザオスのフィールド。邪魔しちゃうっちゃ邪魔しちゃうんだけどもね、スーパーボスで行くと、うん、まあどこでフィールドどこでフィールド使ってどのフィールド使うかっていうのもやっぱこのドッカンバトルの醍醐味かなっていう感じでございますが、はい、いかがだったでしょうか。今日はねフェスゲン B で交換した方がいいのかどうかっていうテーマで、皆さんにお届けしましたけども、まあこれも賛否両論ありますんで、そうだな、私独自の考えでございます。であっちが1位だろこっちが最下位だろってあったらですね、ぜひ皆さんあのコメント欄にてどしどしコメントをお寄せください。でチャンネル登録を済めない方はぜひチャンネル登録で高評価もお忘れなく。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。いつからか。